どうもこんにちは、こんばんは、いわです。ポケットモンスターウルトラサン前回についてからやっていきましょう。はい、では前回確かね、カプコケコにあったんだよね。カプコケコに。で、お、ハウが来た。こっからのイベントが全く予想できない。どうしたのだ、ハウ。ハウ、ハウどうした、また戦い、またポケモン勝負するの、どうしたのだ、じゃないよ。じいちゃんこそ歌いながらどう、じいちゃんだと、お前じいちゃんなのか、ハウ。何、島キングお前のじいちゃんなの、どこかへ行ってきたりさ、行ったっきりさーか。ぬお、いわ、ぬお、何、どこぞのパパスですか。お持ちの輝く石を見せてもいただけるかな。何、お前輝く石を知ってるのか。なんと、なんかハウの、ハウの表情がめっちゃかっこよかったけど今。じいちゃん、それってもしかして、そういえばいわはカプコケコに助けられたと。その時石も、なるほど、石までもらうとはな。君はアローラに来るべくしてきたのかもな。いわ、石はちょいと預からせてもらいます。何、明日には返しますから。君からもトレーナーとしても輝きを感じました。何お前、うまいこと言って、何、その石仮パクするつもりじゃねえだろうな、お前。あのおじいちゃんと息子と、息子ではねえか、ハウと揃って、お前ぜひ明日の祭りに参加してくだされ。いや、どうしようかな、なんか俺も輝いてるって言われちゃったからな。じゃあいいわ、リエまで送るよ。リエ、リエも一緒だぜ。何それ、何、リエ、リエがいれば俺がどこでもついていくと。何こいつ、よくわかってるじゃないか。君の大事なあの子がはぐれると大事だからね、大変だからね。はい、気をつけます。お、も、誰だっけ、星雲ちゃんだっけ。ひぴゅい、ほら、行ったそばからバッから出ないでください。めっちゃ怒ってんじゃん、リーリエ。リーリエなんかめっちゃオーラ放ってるよな、結構輝いてる。リーリエの方が輝いてるわ。では我が家に着きました。お、木狼がいる、俺の大好きな木狼がいる。おかえり、いわ。島キングの原さん、どんなお方だったのって、あなたのポケモン、モフー。いや、可愛いだろ、見てくれ、うちの木狼を。まあ飛び出してきちゃって本当に愛くるしいんだから。そうだよ、そうだよそうだよって、なんか俺バカみてえだな。あなたを助けてくれたの、すごい運命の出会いね。だろ、俺と木狼運命の出会いなんだ。あなたたちすっごくお似合い、見ているだけで嬉しくなっちゃう。いや、ニャースもいいぞ。ぬにゃー、モフー。まあ、うちの木狼にはね、可愛さは勝てないよ、ニャースは。ニャースでも、うん。お、てんてんてろれんと、ポケモン回復してくれたのかな。翌日、いい夕日、今日もダンボールを。今日、お、ピンポン、また誰か来た。お、それは後の強化ダンボールだな。あれ、チャイム、今ちょっと出て。いや、どうしようかな、俺もそんないい息子さんじゃない、俺そんな偉い子ちゃんじゃないからさ、さ、出て。お、誰、勝手に入ってきたぞ。おいおい、ちょっと待て、おい、クークイ博士、お前、俺が出る前に勝手に家入ってくんじゃねえよ。いや、いわ、お祭りの時間だぜお祭りの時間だぜって言われてもな、そんな急にね。だが、その前にポケモントレーナーになった君に教えることがあるんだ。まずは基本の基本、ほら、一番道路に行こうぜ。あ、そういえば俺まだポケモンモンスターボールもらってないな。行ってらっしゃいな、だってポケモンと一緒なら絶対楽しいじゃない。お、ありがとうございます。ママはニャースとダンボールを片付けるわ。まあ、ニャースがいればね、早いだろうね。ニャース爪で全部ダンボールのテープとか切ってくれそうだから。では早速一番道路行きましょう。いいわ、早く行こうぜ。ほら、ポケモンの技でなら高速移動だ。なんか技で言うなのか、何そんな言い方。おほうほう、なんかな、これ今何時なんだ、今何時なんだ、これは夕日なのか。まあいいや、早速一番道路行きましょう。こっちだぜ。野生のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから、木狼というパートナーと一緒に戦える。それだけでなく、野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。なるほど、今から捕まえ方を教えるよ。しっかり見てるんだぜ。お、やっと教えてくれんだ、捕まえ方ちゃんと見ておきましょうか。誰、え、アゴジムシ、何、俺知らねえ、こいつ誰。ククイはイワンコを繰り出した。ククイ博士のイワンコ強そうだな。で、戦うを押して、これは勝手に進められるのかな。うん、体当たり。誰、アゴジムシって聞いたことねえぞ。で、体当たり、強っ、強っ、言わんこ強っ。お、挟む、効果今一つのようだ。全然2しか削られてないじゃん。モンスターボールを投げる前にポケモンを呼ばせると、なんて書いてあったん。ちょ、早いよククイ博士、もっとちゃんと丁寧に教えてくれ。モンスターボールマークで、モンスターボールを押すと、
50個何お前何お前ひょっとしてチーターですか、なんで50個持ってんのお前、博士だからってそれはダメじゃない、50個は。2、3、カチッと、おお、アゴジムシ俺も欲しいな、そのアゴジムシ俺にくれないかな、なんかまあ俺こいついらねえからアゴジムシあげるよ的なノリでねくれないかな。よし、アゴジムシを捕まえたぜ。野生のポケモンは人を襲うこともあるが、捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。仲間のポケモンが傷ついていたら家で休むのもありかな。ほら、モンスターボールと傷薬をあげるよ。お、ありがとう。何個もらえるなら50個持ってるんだから、その半分ぐらい欲しい、25個ぐらい欲しいよね。モンスターボールを10個、うわケチったな、随分ケチったな。岩はモンスターボールを道具ポケットにしまった。岩は傷薬を5個手に入れた。岩は傷薬を回復ポケットにしまった。ではリリタウンまでの冒険スタートだぜ。岩のことをよろしくな、モクロ。お、なんかモクロの鳴き声聞こえたな。リリタウンってどこ、さっきのところかな。お、早速ポケモン来ましたね。では捕まえていきましょうか。アゴジムシ来い。よし来た、アゴジムシ。俺これちょっと欲しいんだよね、新しい、見たことないポケモンだから。行け、モクロ。相手のレベルと、メスの4レベル。じゃあまず体当たりでいこうかな。初手体当たり、よーし、ドン。まあまあね、あれね、クグエ博士も体当たり使ってたから。挟む、どんくらい食らうんだこれ。おお、3か、まあ全然食らわないよね。体当たり削っていきましょう。でもこれさ、多分次の体当たりで倒しちゃうよね。まあモンスターボール投げていきましょうか。いけ、モンスターボール。これがボタンめっちゃクリックするからね、カチ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 するから、めっちゃカチカチするから。1、2、3、来い来い、よっしゃ、うー、やった、アゴジムシを捕まえたぞ。いいね、やポケモン捕まえれるとなんか楽しいっすね。お、お手入れしよう、お手入れ。俺ハサミしか使われてないけど、お手入れない。お、モクロレベル8に上がりました。ほい、お、 HP が30になったね。つつくを覚えた。トリプ、お前、あ、そうか、モクロって何、こう、あれだっけ。アゴジムシのデータが新しくポケモン使いに登録されます。お、進化2段階あるんだね。3回進化、2回進化か。登録完了、アゴジムシ。じゃあレベル、お、鳴き声、動き、まあいっかな。俺あれでもお手入れしたよね、アゴジムシニックネーム。どうしようかな、アゴジムシ、なんかこれといったニックネームが覚え浮かばないんでね、ニックネーム つけないでね、いきたいと思います。おーし、アゴジムシをね仲間にしたんでね。お、あれだね、アイテムが落ちてる。おっと、また野生のポケモン。別のポケモンがいいな、アゴジムシ以外だったら普通に捕まえるんだけど。さあ、なんだ、うん、ヤングース。ヤングースはなんか欲しいと思わないんだよな。ヤングースは欲しいと思わん。どうしよう、まあ木の葉でじゃあ叩いていこうか。いや強すぎ、鬼ら見つける。でせっかくツツクも覚えたんでね、最後はじゃあツツクで仕留めていきましょうかな。ツツク、おお、なるほどなるほど、ピションってピションって一撃必殺みたいな感じが。16経験値をもらったと。まあ相手レベル3だったからね。ではここにあったアイテムを早速拾っていきたいんだけど、傷薬かなんかかな。ほい、モンスターボール。お、ありがたいありがたい、普通に見た目通りだね、モンスターボール。おっと、これはトレーナー勝負か、これはトレーナー。お、モンスターボール投げてるね。いや強そう強そう。いや待って、何、なんか今黒く出なかった、何これ、居合斬りみたいな、居合するときみたいな。では早速やっていくか。お、何この演出、初めて見たよ。ポケモントレーナー同士目と目があったらポケモン勝負だよね。何そのちょっと怖い言い方、当たり前だよなみたいな。まあいいや、俺の目論に勝てるかな。ミニスカートのユイが勝負しか、何そのミニスカートって、なんかエロいね。うん、ミミロルを繰り出した。ミミロル懐かしいな、また可愛いポケモン使う。ゆけモクロ、うちのモクロの方が可愛いんだからな。よーし、ミミロルはノーマルタイプだったっけな確か。まあ、この葉、つつくん、この葉あたりでいいかな。この葉。お、強い。あ、レベル3か、相手。はたく。これはまあ、普通に勝てますね。レベル3ってことなんで。じゃあまあ、つつくで。レベル3ってことは、これ、あれだね。さっき仲間にした、なんだっけ、アゴジムシだっけ。もう普通に出していけるレベルだったね。よし、ミミロルを倒したと、22。ミニスカートのユイとの勝負に勝った。もう、あなたのポケモン、勝って嬉しそうにしてる。いいだろ、俺のモクロ可愛いだろ。ここに回復するっていうのが出たから、これどうやって移動するの、
あ、普通にタッチで移動できるわ。よし、アコジムシをじゃあ先頭にしましょう。ではではでは、もうトレーナー、あ、いた、トレーナーいた。まあ普通に戦っていくか。男の子かな、見た感じ。ゴーゴーキャタピー、虫ポケモンの強さを見せろ。あ、見せてみ、見せろなんだね。オッケー、相手はじゃあキャタピーと見た。短パン小僧のケンタが勝負を仕掛けてきた。なるほど。いやな、でもな、俺そんなガキンチョに本気出す、本気出すまでもない。おキャタピー、レベルはレベル3、4じゃないの、3とか4じゃないの。行け、アゴジムシ。トント、かわいいアゴジムシ。お、3、4、お、これいい勝負なんじゃないの。よいしょ、挟む。オッケー、倒した。相手のキャタピーは倒れた。レベルアップしてほしいな。20の経験値、さすがにしないか。短パン小僧健太との勝負に勝った。虫ポケモンで負けたから、君を、あ、君を虫、え、どういうこと。虫ポケモンで負けたから君を無視。あ、無視、あ、無視ね。なんか分かりづらい。60円いいって、お金なんかいらないから。俺そんな子供にお金もらったって何も嬉しくないから、いらないよ。ちゃんとお菓子でも買っておいて、これで。よし、お、またモンスターボール。おー、野生のポケモン、ドン。おー、レディバ、レディバ、これも草、虫ポケモンか。草じゃないか、虫ポケモンなのかな。逃げますわ。うん、あそこのアイテム、逃げ切れた、びっくりした、逃げ切れないのかと思った。アイテム取りたいんでね。よーし、アイテムなんだい。傷薬、お、嬉しい嬉しい、さっき1個使っちゃったからね。で、回復ポケットにしまったと。ではでは、早速どんどん進んでいきましょうか。ではリリタウンのお祭り行きましょうかな。お、お前もトレーナーか。目と目あったらポケモン勝負。おい、相手してください。何その、何その敬語なのか敬語じゃないのか、どっちだよ。おいって。では相手も虫ポケモンじゃないのかな。エンジのミノル、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 どっち。では何かな、キャタピーとか。お、コラッタ、コラッタとな。なるほど。お、なんか色、俺の知ってるコラッタと色が違う。なんか黒いぞ、色違いかなんかなのかな。よーし、アコジムシのハサムでどんどん攻撃していこう。素早さ勝ってるだろ、どうせ。何、負けている、素早さ負けていたか。体当たり、いや、効くねえ、効く、効くねえ、素早、体当たり、え、強くねえか、 お前のコラッタの体。お、これ、あ、耐えるかな、一か八かで行きたいけど、うん、挟めていこう。これ耐える。俺のアコジムシなら耐える。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 絶対耐える。絶対耐える。耐えろ。耐えろ。耐え、耐えた。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 いったれ。くっす。これはきついぞ。バックで。ここでアコジムシを戻したくない。ちょっと頑張ってほしい、アコジムシに。これで回復の薬使って、傷薬。で、多分17は回復するだろう。オッケー。尻尾を振る。オッケー。これは勝ち申しただろう。これ勝っただろう。ワン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 と防御が下がった。あ、これでも分かんない、これワンパンされる体当たりで怖いけど、挟むでいっとけ、体当たり。いや、ちょっと待って、耐える、耐える。うわ、ちょっと、まあ、危な、危な、危な、びっくりしたわ。削られるかと思った。相手もこれ倒した。あぶねえ、ギリギリだったね。1体だ。このアコジムシ愛着めっちゃ湧いたぞ今。強いなら言ってくださいって。俺だって、俺まだそんな強くねえし、俺まだそんな強くねえし、これから強くなる予定なのでね、よろしくお願いします。では誰だ、誰、 お前らあれじゃねえの、リーリー追ってたやつじゃねえこいつら。これが祭りというものか。なんと華やかな、いや、そうではない、のんきなものだな。何、お前ら、お前ら何なんだよ。何な、無理しちゃって興味あるくせに。ちょっと待って、 BGM、 え、何こいつら、味方、敵、敵どっち。 BGM 怖い感じだぞ。でもそれに祭りってオーラも高いね。そうだな、輝き様のおかげでアローラは光にあそあふれている。もっとも今では黒ずんだまま眠っているわ。黒ずんだまま、輝き様が大昔のように光り輝けばいいんだけどね。さあ、あちこち調査しよう。とは誰、光、輝き様か、誰。じゃあなんかすげえ BGM がえぐい、ビリビリビリって言ってんだけど。お前もアローラの人間ではなく遠くから来たものだな。あ、それだけ、なんか頭の形おかしくないか、お前ら人間か本当に。お、ほう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 。ではじゃあね、行きましょうか。アローラのお祭り、どういうお祭りなのかな。ポケモン勝負とか普通にお祭りなのかな。お、島キング、どうもどうも、お世話になっております。アローラ地方には4つの島があり、それぞれの島には守り神のポケモンがいる。なるほど。守り神ポケモンが我らのそばにいてくれること、それに感謝を表すのが今日の、ああ、なるほどね。
まあ祭りといっても田舎の小さなものでみんなめいめいにはしゃいでいるだけですがな。なるほど、じゃあちゃんと感謝はしろよ、こういうそういう感謝の祭りなんだから。おハウ何してるの、木狼、うちの木狼とまた勝負するかい。おういわ、俺も足まりも待ちきれないよ。あしゃま、あれもしかして聞いてないの。何も聞いてねえよ。何の話、間に合ったね。何があるのでしょうか。ピュイな、んどうした、何、ご機嫌なポケモン勝負、技と技のぶつかり合い、全力祭り、ではカブにポケモン勝負を捧げるんだぜ。どういうこと、ではお二人が勝負をなさるので、いや聞いてない、ポケモンさんが戦うのは傷ついたりするので苦手ですが、私きちんと見ます。優しいな、リリエって本当に優しいんだな。いいわよ、君のために戦ってくれたポケモン元気にしよう。 ありがとう島キング。ポケモン勝負の準備はできましたかな。はい、誰とポケモン勝負するの俺。では始めるとしよう。俺島キングとはやりたくないよ、まだ全然ポケモン強くないもん。もっとレベル上げしてから島キングと戦いたいもん。島に暮らす命、島巡りを楽しむ者、すべての無事を祈ります。ではこれより島の守り神カプコケコに捧げるポケモン勝負を始めます。カタヤハウ、島キングの孫、楽しもうね。アシマリコナタイはカプコケコに出会った者。あ、なんかさ、およかった、なんか誰も何も言ってくれないのかと思った。おお、好奇心旺盛なカプコケコらしいね。俺はカプコケコじゃねえぞ、アゴジムシ岩をよろしくね。あ、そうか、俺戦闘をアゴジムシにしてるからかな。お互いが楽しく思えるならきっといい勝負になるよね。岩もハウもポケモンの力を発揮させよう。